福岡江川は、埼玉県富士見野市を流れる、荒川水系新菓子川の支流で、普通河川である。単に、江川とも呼ばれる。福岡江川は、埼玉県富士見野市亀久保二丁目の亀久保、新明神社付近の旧上福岡市戸び地の湧水を、水源とし、東久安、丸山、駒西、新駒林、駒林を流下し、 福岡神殿で新河岸側に注ぐ荒川水系の普通河川である。上流部のほとんどは暗渠化され、現在は江川緑道として整備されている。暗渠化されていない水球付近には川底に流水群が見られ、福岡江川流水群と呼ばれている。大井中央公民館江川文館にその名が残されている。暗渠化され、江川緑道と名付けられた福岡江川上流部。 江戸時代以前は考えのため、田植えの季節に、福岡村、福岡新田村、中福岡村の三カ村で川を仮に咳止め、水を利用していた。流量が少ないため氾濫は見られなかったが、台風のたびに増水はあった。後に、公共下水道雨水管線となった。1970年代以降、生活排水及び東京エアゾール工業。 埼玉工場の工場排水のため水質の汚濁及び悪臭が問題になっていた。1990年代に水球2番地付近から上流が暗許化され、道路または遊歩道となった。下流から記す。ありがとうございます。